梅村聡君。はい、えー、日本維新の会の梅村聡ですえー、本日は4人の参考人の皆様、貴重なお話をありがとうございました。えー、それではあの早速、赤池参考人と花井参考人に同じ質問をさせていただきたいと思うんですが、まあ、ここまであのこの薬機法等の改正をですね。何回かにわたって議論を我々してきたわけなんですけども、やっぱり厚生労働省の答弁。 を聞けば聞くほどですね、今回のその緊急承認制度のネーミングですね、ネーミングはやっぱり緊急使用許可の方が、明らかにすっきりするんじゃないかってことをやっぱり思ってきてるわけなんです。で、これ、いろいろ、まあ、議論をしてるわけなんですけども、一番のポイントっていうのは、国民にとって分かりやすいかどうかってことだと思うんですけども、えー、政府答弁はですね、 やっぱりこの薬機法という法律の中にはですね、承認って言葉を使いたいという、ある意味執念を感じるんですね。で、そこであえてお伺いをしたいんですが、仮に今回、この同じ仕組みの中で、名前が緊急使用許可というものであったとしたら、この法律の中にそれを入れ込むことは、不都合があるのか。 ある,あるいは名前が何でも前にいっぱい名前をつけて、最後に承認って言葉をつけないとです、ね、薬器法っていうのはそもそも成立しないのか、このあたりは承認って言葉は必須のものなのかどうかっていうの、これちょっとお伺いしたいんですけどいかがでしょうか花井参考人、重要な指摘だと思います。あのまあ、私もし申し上げたり 医療制度との関係で承認すると、いろいろ都合が、都合が、ハンドリングがいいということもありましょうし、薬器の中で承認っていうのは難しかろうという気はします、あの使用許可は。つまりさっき言ったように、二段階にあって、意思決定責任は薬器統制の外なんですね。ところが、それを具体的にどう安全性を担保するかの仕組みは薬器統制の中になっていて、で上のレベルでこの使用,使用許可を出しなさいっていうときに、 その薬金が例えば PMDA にその安全使用できるような監視をやってくださいということを命じるみたいな、そういう構成にする必要があるかなと思います。でもちろんその保険療養なのか、あの感染症法に基づく公費療養なのかとか、そういうことによってこう使い分けになって、オフラメになると今度、臨床研究なのかとか、そういう話になってくるし、自由診療じゃなくて、これは今後になるとか、そういう議論を全部取りまとめないといけないんですが。うん 筋から言えば先生おっしゃる通り、使用許可にした方があが、論理と、論理的な、つまり統治としての論理はもう美しく整合すると思います。ただし、だから技術面で承認にしといた方がいろいろ簡単だということであれば、妥協しないことはないよというのが私の立場ですし、検討会でもまあそういう趣旨の発言をしたと思います。なので、ああ理想を求めるならば、やっぱり使用許可にした方が、国民も多分わ分かりやすいと思います以上です。 はい、赤池参考人まずあの許可ですけれども、EUA の許可はオーソライゼーションという言葉が使われてますね、で承認についてはアプルーバルということで、まあ、それがあのそれぞれ日本語で許可と承認というふうに分かれてますけど、もともと私、この訳語自体、オーソライゼーションも承認なんですよね、ですから、あのまあ、確かに制度が違うアメリカでは。 ということなので、それを分けて、さらに日本語で分かりやすくするためにされてるんだろうと思いますけれども、あのまあ、私自身も医薬品力制度部会という中で制度に関わっている人間でして、まあ、その人間がこういうことを言うのはいけないんですけれどもあの、そんなに許可と承認にこだわる必要はないのかなということを私自身は思っています。 であのただあの、まあ、花井先生もおっしゃってましたけれども、やっぱり一つの組織の中で、特に医薬品について、あのまあ、要するに承認というのはやっぱり使用許可を与えることなんですよ、でただそれをあの厚生労働省が責任を持って認めるんで、承認という言葉を使ってるんで,で、それを承認と許可というのを2つ分けて制度を作ってしまうと、非常にややこしいことになる可能性もあるのかなと。 いうふうには思います。まあそういう意味で、あのやはり承認ではあって、ただその何て言いますか、承認の仕方でありその中身が、あのどれだけ違うかということをきちんと説明していくということの方が私は重要ではないのかなというふうに考えております。目村ラサト君。はい、ありがとうございます。あのまあ我々は国民の代表として議論をしてますので、やっぱり日本国民はですね。 最後の2文字を見ると思うんですね緊急なんだら簡単例えば緊急使用なんとかと言うてもですね最後の2文字を見てあこれは承認なんだなとか許可なんだなそ,そういうのだと思いますねなんとかなんとかって最後に飯ってついてたらご飯があるんだなってこう思うわけなんでだからやっぱり僕はねネーミングっていうのは非常に大事だと思うんですよでそんなこと言いだしたら前にどんどんつけてったら 何でも承認に最後になってくるって、これも怖い世界ですのでね、だから我々はやっぱりそういうネーミングっていうのは、非常に国民へのメッセージとして大事なんじゃないかってことを、問題意識としては持っているわけであります。ありがとうございます。えー、それでは、熊本参考人に,に少しあの話題が変わるんですけども、先ほどですね、まあ、今回、特例承認をされた、えー、COVID-19 のワクチンですよね。 いただいた資料の26ページにも、まあ、1635人の接種後死亡報告があるけども、えー、これ、認められずは確か10人ぐらいだったと思います、で評価できずっていうのも、これ、前に言葉が実はついてて、情報不足等により評価できずというのが、これがもう大多数を99、99%以上を占めるということなんですが、これ、普通ですね、情報不足等に っってなったらですね普通の例えば企業とか、えー、研究所だったらですねじゃあ具体的にどんな情報が足りないんですかっていうものを下ろすはずですよねでこんだけ情報がないんだからこの情報を集めろよってことを出して叱るべきだと思うんですがそういう指示は一切降りてこないということでこれこのまま待っててですねいわゆる、えー、カテゴリーで言えばアルファですね えー、これはベータとガンマになると思うんですけれども、アルファ、すなわち、これによって、えー、ワクチンによってなくなりましたということは、このまま待ってても、いくら待っても出てこないと思うんですけれども、これ、そういう認識でよろしいんでしょうか、はい、熊本参考人 <laughs> まさにあ先生おっしゃる通りで、私も本当におかしいなと思います、情報が足りないなら、もう一回調査すればいいのに。でも実際には再調査ががほとんど行われず追加資料が っったにに資料に載っかるだけですでこの情報不足等の等のところが大事らしくて、まあ、要するに、そのカルテをいくら見てもです、ね、結果的にこのワクチンとの因果関係がわからないから、そういう同じ症例がそれこそ100人立て続けに起きれば、因果関係あるかもっていうふうに、要するに他のデータをお待ちしてますという、まあ、趣旨のようなんですね、その情報不足等により。でじゃあ 足りてないのかっていったら、本当にそこをき、あの追求したいということなんですが、先ほど申し上げたように、どなたが判断してるのか、さっぱり明らかになってないで、ここが非常に大問題だと思います。ちなみに私が、その2010年の新型インフルエンザの一生懸命、急いで作ったワクチンを国民にパッと打ったときのあのときのデータ、実はあのときも133人の方が、えー、接種後、死亡報告がありました。やはり同じように、全部ベータかガンマです。で 特にガンマがすごく多かったんです評価できるじゃあ今20、今2022年ですよね、つまり12年経ったところで、そのガンマの人がアルファに変わった例はないんですよ、つまりガンマにしとけば、このまま続けられるが、あのワクチンあの接種を続けられるけれども、でその後ガンマをなんとかしてアルファにかどうかを判定するっていう、アルファかベータに分けるっていうことは、全然やられてない、この12年間、全くやられてない。それで 被害認定のほうはです、ね、5人だけあの接種後の死亡が保証されています、133人の死亡があって、それとそのメンバーの中の人ではなくて、別の人が5人認められているだけなんです、この12年間、そういったその過去の事例をちゃんと検証して、こうすべきだというふうに、ぜひあの厚労省も考えてほしいし、国会の皆さんもそういうふうに追及していただきたいなと思います。梅村聡君 はい結局、このことをほったらかしにしとくと、ですね最終的には特例承認そのものへの不信感に私はつながりかねないんじゃないかという問題意識を持っております、それからもう一つは、その情報不足等,の、まあ、等も含めてですけれども、それは結局は医療現場なり、そういう事象が起きた人たちが情報を持ってるわけですから、そことコミュニケーションを取らないとですね、 その委員の方がなんぼ机の上で話したって、何も出てきませんので、やっぱり僕はこのことは、まあ、承認制度そのものに対する信頼関係、信頼に影響するものだと思っておりますので、これはまたしっかり国会での審議させていただきたいなというふうに思いますそれではもう時間きましたので、あの森参考人にはですね、まあ、あの今回、新しくあの電子処方箋と地域包括ケアというものがありまして、 まあそれが今回の電子処方箋によって、地域包括ケアがより進むことになるのか、それとも電子処方箋が使えるところだけに集中されてしまったら、これ、かえって囲い込みになるんじゃないかということも考えておるんですけど、ちょっとそのあたり、雑っな質問なんですが、ご所見をいただいて、私の質問を終わりたいと思いますよろししくお願いいたします。 森参考人、あの時間が過ぎておりますので、簡潔にお願いありがとうございます。あのま,まずはです、ね、先生おっしゃるように、囲い込みがあるようなことがあってはいけないと思う、今回の目的はより安全な医療が国民が受けられるということですので、それに向けて、先ほどお話ししましたように、多くの薬局、医療機関が参加することで、医療安全の確保できますので、その方向に進めていきたいというふうに思っております。